教師で発動できたものの止め方がわからないんだろう、エリー。そのまま抱えていては消滅するぞ。触れるものすべてが無へと巻き戻される。呪われてるんだよ。そいつの個性は俺に渡せ。分解するしか止める術はない。絶対嫌だ。折れる前に戻してくれたんだね。とっても優しい個性じゃないか、エリちゃん。力を貸してくれるかい。オールフルカウル 100%。 お前もエリも力の価値を分かっていない。ナイトアイ、デク君が殺されるって本当ですか？それが私の見た変えようのない未来。俺が夢見た変えてはいけない未来。計画が軌道に乗って、英雄気取りの病人どもを排除して、親父がヤクザが再び裏社会を治め、誰もがその名を聞くだけで恐れる。そんな未来がすぐそこまでもう手は届いていた。だがこれは。うちの子とヴィラン野郎と言われて喧嘩したんか。極道が仇に手出しちゃいけねえ。いけねえことだけどな、チサキ。メンツ守ろうとしてくれてありがとうよ。あの時の拾われた恩を。うわ！